こんにちは。デモクラシータイムス、新型コロナと戦うその先の世界へ、新しいシリーズを始めましたけれども、もう新型コロナをめぐる状況は日々刻々と変わってきています。それで無理を申し上げまして、また小玉先生と金子先生に参加していただき、緊急版をお送りいたします。今日の課題は、自粛で東京は救えるのかということです。もう皆さん、身近なところの病院で身に染みてお感じになっているかもしれませんが、拠点病院、中核病院が外来が非常に難しくなってきている状況もあり、また救急医の学会が2つあるんですけれども、こちらからもう救急医療が崩壊の瀬戸際に来ていると、一部の病院では防護服も足りなくなりそうになっているという声明を出されています。こういう状況下で一体今何をしたらよいのかということを小玉先生に伺いたいと思います。この中には新しい抗体検査の未来のような話もありますし、民間が率先してこの危機に対応しようとしているものに対して、政府が必ずしもきちんとしたリーダーシップを取っていないということのお話もあります。それではご出席者は、東大先端研がん代謝プロジェクトチームの小玉達彦先生と、それから立教大学特任教授の金子勝先生です。よろしくお願いいたします。では小玉先生、まず東京はすごく感染者が増えているという報道はありますが、本当のところどうなっていると見たらいいんでしょうか。はい、今日本全体で、感染者が増え続けて、それから日本全体でいわゆる地域の基幹病院と言われる市民病院だとか、済生会だとか医療センターだとか大手の民間病院だとか、そういうところで次々、院内感染なんかが起こってしまっている。はい、それでさらに、いろんなスポーツ界やなんかでも、柔道やなんかのところまでどんどんコロナが広がってきて、もうとてもオリンピックどころではないものっていうか、もうそういうものが全く現実的でなかったということが分かっているような事態が起こっています。それでその中でも特に注目されます医療崩壊の心配というのは、どういうことが起こっているかということで、東京で一番中心的にこの感染者が出ているのは、上野の永寿総合病院というところ。ここは実は2月の屋形船からの感染者と、フランスから帰国した感染者が入院していたわけですが、そこで3月23日に、入院者2名に PCR 検査で、感染が広がっていることが分かった。それから3月29日までに一挙にこう100人近い人が感染していることが分かった。それで病院の中なのに看護師の病欠人数が普段より明らかに多くて、おかしな感じがしていたという格好で、結局、昨日段階の報告では20人死亡、160人感染ですかね、そういうところまで行ってしまった。それでこの病院のすごくもう一つ困ってしまうのは、1日100人以上の外来患者を見ておりましたから、この2月の、屋形船から感染が広がっているとすると、3000人以上の方が追跡調査しなくてはならないことになってしまう。そうなんですか。それでこの病院からかなりまた転院されている方がいらっしゃいます。永寿総合病院は400床で、救急車が毎晩10台来るという病院ですから、そうするとそこから次々転院していくというと、例えば慶応病院に転院された方が、そこから18名の集団感染を起こすというような格好で、次々こういろんなところへ感染が広がってしまう。いうことが今起こっているという状態です。他の病院でも、例えば墨東病院で一時救急対応をやめていたり、あるいは私たちですと噂の息を出ませんけれども、東大病院とかそういうところでもかなり大変になっているとは聞いてるんですけど、それは本当なんですか。今ですね、
すごく難しいのはですね、いろいろな病院で院内にそうしますと、例えば来てる患者をもう一遍チェックし直さなくてはいけない。明治総合病院から外来に患者さんが来られますと、すぐコロナの検査にしたり、それからその患者さんを別の部屋へ案内したりしなくてはならないけれども、そういう方がたくさんいらっしゃいます。ここの写真に出ていますのは、いつもピーク時の10時30分の東大病院の外来受付、4月9日の写真ですが、これを見ますと、もうほとんど患者さんがいない。それで、お医者さんは一生懸命ファックスで送ると。こう、処方箋を送ったり、患者さんに今日は外来非常に難しいから来ないでくださいということを切り替える電話をしなくちゃ。それで、これだけではなくて、まあ、こういう病院はコロナの患者さんを引き受けたり、重症の患者さんの対応を準備するために病床を空けるなど、社会的責任を持ってきます。そこに、このどういう患者さんが、感染して出てくるかっていうのが、実は東大病院っていうのは永寿総合病院からすぐなんですよね。うん、ね、そうですね。池の畑と近いです。そうしますとね、先生ね、これ、この、本当に誰も座っていないような、まあ、受付ですけれども、これは、患者さんを受け入れていないからこうなってるってことなんですか？ですから非常に難しいです。その院内にも入っているかもしれないということになりますと、院内感染を防ぐのには全部検査しない限り無理になってしまいますので、そうですね、例えば手術も急ぎちょっと停止であるとか、進化を切らないというふうに、急激に医療がこう萎縮していくというか、外から見ると医療放棄に見えちゃうんですが、実はそうではなくて、防護体制を作り直さなくてはならないということに今なっています。そうすると、あれなんですね、お医者さんの側としては、この患者さん、弱った患者さんが病院に来て、そこにある医療関係者とか、そういう人たちが感染しているかどうかも分からない状況で、診察をしたり、手術をしたり、検査をしたりすると、そこでまた広がってしまうかもしれないという心配もあるから、この形になっているということですか。はい、それでですね、武漢で起こったことをここで紹介します。武漢ではですね、シャオナンザンさんというこの SARS の火消し役と言われた方が実際にその武漢に入って、まあ、83歳のご老人のお医者さんなんですが、まあ、非常に素晴らしいリーダーでして、いつもこういう感染が起こると火消し役として出てくる経験をお持ちの方がいらっしゃいます。それでこの1月18日シャオナンザン氏のチームが武漢に入って、それまで地元政府が公にしていなかった事実を発見します。そうなんですか。それは第一番目に十数名の医療従事者の感染、はい、それから濃厚接触者の追跡ができなくなっている、それから1月16日以降、病院での検査が一件も行われていなかったことを発見しました。これって今の状況とそっくりじゃないですか。そっくりです。ただ、ね、そこからが全く違うのは、シャオナンザン氏を中心とする専門家は、北京に翌日戻りまして、視察で得られた知見を、中国の健康保険政策を策定する国家衛生健康委員会に報告しました。そして、この時、シャオナンザン氏が、武漢のロックダウンと、それから1000人の病床2つということを提案されます。そうすると、そこの時点までですと、今金子先生おっしゃったみたいに、今の東京と非常に似ているというか、東京のさらに初期の状況に似ていますよね。医療従事者の感染が問題になり、その濃厚接触者の追跡の形はできなくなり、検査が非常に少ないという。はい。そこへ、専門家が入ってリーダーの専門医師が1日で状況を変えます。そして23日には武漢のロックダウンと泉州の華新山病院、風刺雷神山病院ですか、2つの病院の建設が始まって、これが2月の3日に完成して、人民解放軍の医師とか看護師とか5万4000人が投入されるという驚くべきことが始まります。なるほど。これは一応ロイターの
封鎖の内幕ということに書かれている事実を今ご報告しました。今の話を我々にとってね、非常に今際っていうか岐路にあるように思うんですよ。でどうもね、いわゆる専門家会議はね、接触を8割カットすれば1ヶ月で感染は減るとか、あるいは7割になると2ヶ月になるとか、こういうような話ばっかりやってるんだけど、なんか休業をして夜をね、なんとなく検査もしてないまま夜が感染源だみたいな暴漠とした話をやってるんだけど、ちょうどこの状態で起きた時、中国で起きたのはやっぱりこれは小玉氏がずっと言ってるけど、院内感染とそれから家庭内感染、これが異様に広がっちゃって、で後で収拾がつかなくなるっていう、だから同じような道を辿ってるんじゃないか、それを非常に僕は危惧するんですよ、はい。そうするともう本当にここで転換をしないとどうしようもないっていうところに来てるっていうのが児玉先生のご意見ですよね。はい、ここで一番大事なのはですね、この時にこの後に WHO が中国と共同調査を行っております、はい。それで日本の感染研の先生も参加されていらっしゃいます。ところそこで膨大な検査をやって、膨大な追跡をやって、感染集積地に医療資源を集中的に入れると。それで感染が集積していないところは個別の追跡に切り替えて感染集積地を救済する方に向かう、こういうプレシジョンメディスンという精密医療に切り替えるわけですね。なるほど。それを WHO の報告が言っているのに、世界がこの WHO 報告の意味をよく受け止められなかった。それでこの WHO 報告に従っているのは韓国、台湾、香港、シンガポール、マレーシアなど、こういう東アジアの国は一定の抑え込みを示して、すでに中国と韓国はピークアウトを示しつつあります、うん。現状すごく大変になっている、だけれども政府から出ている方針は外出するな、それからお家にこもれって、これ人との接触を避ける、これだけですが、これだけで東京が助けられるかっていうと全然そうじゃないってのみんななんとなく分かってると思うんですよ。もっと方針転換をきちんとしてもらわないといけないということで、これでも先生のご提案というのはこういうことになるわけですか。膨大検査をやるということはもうだんだん異論がなくなってきたと思うんですよね、うん。だけれどもただ検査をやるということではなしに、膨大検査っていうのは一体何のためにやるかっていうと、実は膨大検査に2通りのあるところの議論が混同されています、はい。それで1つ目、膨大検査でこのどこを守るかというと、膨大検査で守ってほしいのはまず基幹病院、ですから地域の中心になるような病院で、いろんな一般医療の中心でもありますよね、はい。それで今までいろんな感染が起こっている有田の済生会から大分の病院医療センター、それから文字の新小文字病院、そういういろんなところがありますが、基幹病院と言われるこういう地域で最も大事な病院、ここの外来に来る人、入院してる人、医療従事者、そういう方は基本的に全部検査をしなくてはならない、それで逆にですね、たくさん検査をやってサンプリングをする、こういう病院のそれぞれの地域の何人外来が来て何人陽性であったかっていうのが分かると、実はその地域にどの程度深刻な問題があるかということがすぐ分かります、はい。これが一つですね。それでこの検査をやることによって病院の中のお医者さんたちが疑心暗鬼になったり、救急を止めるっていうことがやらなくて済むようになる、はい。ですから病院前にテントを張って、普通の外来の方は1日前に来て検査をやって翌日診察を受けるとか、そういう格好にせざるを得ないと思います、また病院内ではお医者さん看護師さんなんかをかなり広範に検査しないといけないということが起こる、慶応大学病院のような例ですね。そういうことが第一番目です、はい。大学病院はかなり PCR 検査機持ってるわけでしょ、はい。
で、あるいは研究機関も含めて大学は結構あるはずなのに、はい、なぜそれが進まないのかっていう、何が壁なのかっていうことを。これはですね、萩生田さんの文科省の政策です、うん。文科省はですね、今大学やなんかに指示を出して、全部閉鎖して、オンラインにしなさいというふうに指導しています。それで、実はオンラインで、大学が機能できるかというと、教育機能やなんかある程度オンラインでも大体できますが、できないのは、コロナウイルスに対する科学技術者を結集する。要するに遺伝子工学であるとか、検査手法であるとか、新しい機械の開発であるとか、情報を駆使してやるというような、そういうところのものが、オンラインではできません。例えば、いろんな情報機関を集めてサーバーやなんかを動かして何とかやってくだとか、そういうところを含めてですね、それから遺伝子の PCR 検査を改良したりだとか、これから後で述べますが、抗体の迅速、最大スピードでのあれをやるだとか、キットの供給だとか、それから鼻のスワブやなんかを最近はアメリカなんかで自主採取っていうのが出てますが、こういうのが安全に行えるかだとか、そういう作業を大学で基礎の部門でやんなくてはいけない。ところが、今起こってるのは、これとさ、はい。厚労省だけじゃないで、文科省がかなり大きいと。はい。一斉休校をやった時も、はい、なんかすっげえ曖昧な指示だったし、はい。だから、検査の問題とかいう時に、大学がしっかりこの研究体制を導入するってことを、全くしてないわけ？はい。ですから、一番問題はこういう時には、何か厚労省が叩かれてる時は、文科省の役人っていうのは不作為に徹します。感染者を一人も出さないことが成果であるというふうにやろうとします。何にもしないで責任取らない。感染症に対して一番向き合わなくてはいけないのは基礎医学の人たちやいろいろな機械開発の人たちでして、陽性と偽陽性と陰性偽陰性というのを分けていったりというようなオフラインの作業をしなくてはいけません。このオフラインのウイルスの検査、ウイルスの治療、そういう作業が今次々シャットダウンしています。そして今はレベル3というのになって、もう基本的にそういうのみんなやめなさい。それでレベル4になったらばコロナの研究もやめなさいというのが今の萩生田文科省から出ている指示。それはどうしてなんですか？どうないじゃん。そこまで どうしてやめなきゃいけない？基本的には今の要するに日本のお役所、厚労省、加藤さんの厚労省、それから萩生田さんの文科省もそうなんですが、うん、今までと違うことをやって非難されるよりは何もやらないで行った方が安全という、そういう、まあ、実際にこう何もやらないで引きこもってしまえば一番安全というのが今の対策。いや、ただ緊急事態宣言を出すというのは普通の時のやり方ではとても対応できないから緊急事態を宣言するわけですよね。で、その際には例えば日常であれば縦割り行政になっているところをとにかく誰か緊急に対応するリーダーを決めて、あれだけの国家の資源をどれだけ有効に使うかっていうことを誰かが決めて、もうごちゃごちゃ言うなと、もうみんなの命を守るためにはこういうシステムにしなきゃいけないんだから、みんな協力しようよっていう風になるのが本来緊急事態を宣言する意味だと思うんですけれども、そうはなってないんですか？それは専門家委員会の中に結局失敗した人ばっかりがいて責任を取らない。それで本当の今の遺伝子工学とか情報科学を知ってる人がいないという。それ一つの例を示しますと、次にじゃあ検査を何のために増やすかということで、私どもドライブスルー検査ということを言っております。それでドライブスルーの検査が陽性で軽症な人がいっぱい出てきたらどうするかということの提案は国からではなくて民間から出てきています。例えば驚くことに、日本財団は新型コロナウイルス下で緊急対策で大幅に不足する病床確保に向けて、船の科学館、お台場など2カ所に1万床を目指すという提案をやっています。あら、もう始まってるんですか？はい。それでこの船の科学館みたいな動きは非常に大事でして、ドライブ検査をやるとしたら船の科学館の前で、まあ、船の科学館のあたりって
駐車場もいっぱいありますし、ここでやって、まあやってここまあ、すぐは結果出ないので、いろんなところでやってもいいんですが、もし軽いっていうか自覚症状がない方でしたら、まずこちらへ来ていただく。そこで多少スクリーニング的に見て、どんどん移していくとか、そういう、しかも、まあ、症状のない方はこちらで、まあ、2週間過ごしていただくみたいな、そういうことが民間から出てきていて、専門家会議や厚生労働省から出ていない。そして、こういうところをもし1万床維持するとしたら、自衛隊の医官、ボランティア、世界いろんな移動式の X 線の写真機やその他を CT の検査施設なども、まあ、非常に急いで集めないといけないですし、こういうところにアビガンの治験やなんか集中する。ですから、抗インフル薬でアビガンというのが有効かもしれないという結果が出だしていまして、それを治験するために日本政府が世界へ輸出を始めていますが、なぜそしたらそういう希望、治験を希望する人を日本でやれるようにしないのか。それでアビガンが一番効くのは軽症の方の、まあ、治療ですから、ここにそういうことも集中するというような専門的なリーダーが必須であります。この日本財団の試みというのは、どなたかがリーダーシップを取って、その医療体制を構築してらっしゃるんですか？いや、まだ日本財団がこういうものを作ろうということを提案を始めて、いろんなお金を出します、募金を集めますというのが進んでいる段階なんで、国を挙げてこういうのを支えるというような、要するにリーダーがいないと、このさまざまな行政をみんなこう、うまく統合していくというのが一番難しいと思っています。なるほど。そうか。例えば、まあ、CPR の検査については、もう皆さん、大量にやることが必要だというふうになってきているように思いますし、NHK の特集なんかを見ても、WHO の専門家の方が、やっぱり日本はとても少なすぎるというようなこともおっしゃっていて、検査拡大の方向には、もう社会的にそういう要請になっていると思うんですが、この政府の方は全然動いている気配は先生から見るとないんですか？はい。イニシアチブを取ってですね、問題を解くのに、今まで結局検査を抑えて状況が分からなくなってますから、何かやっても2週間先には分かるから、うん、ひたすらクラスター理論でやれということで、今のデータサイエンスももう一遍実証的な元へ戻ってやる、うん、それからもう一つは今のデータサイエンスで必要なのは旧式のビッグデータという言い方ではなしに、今はプレシジョン、精密追跡、ちょっと面倒な言い方をします。今日本で政府が出てくると GPS やなんかを使ってやると言っても NTT ドコモだとか楽天だとかそういうのを使ってこうまとまったデータを見るっていう、だけど感染してない人の動きを見てもしょうがないわけで、 GPS 追跡というので世界でやっているのは感染した人の追跡です。彼らの理屈としては、はい、要するに8割接触を削減するために、3密とか言って密閉密とかいう、なんか、そういうクラスターの話もそうなんですけど、はい、そこを、ビッグデータで分析すれば、はい、なんか先のことをやってるように言ってるんだけど。これはですね、今回のコロナウイルスの性質を取り違えているんですよ。そうだよね。今回のコロナウイルスは、最初に武漢の食品市場から始まって、うん、屋形船だとか、それからクルーズ船も食事係が感染していたりというように、非常にいわゆる接触感染のルート、要するに一番多いのは消化管から入るというやつなんですが、吐物とか便にいっぱい出てきます。もう一つ、ノロウイルスみたいな。冬の北海道で見られましたように、インフルエンザ型の飛沫やなんかの空気の感染、ですから、換気の悪い寒冷地の狭い部屋で起こるという、両方の感染を持っています。ところが、この旧来のインフルエンザ型の感染経路の防止だけでそれをやってしまったという。それで今ですね、中国やなんかで行われているのはどういうことかというと、コロナ GPS 追跡というのを行われます。それでその一例をマレーシアとかその他のところで出ているやり方をやりますと、活動制限令というのが出てますが、陽性者はパンデミック番号というのをつけます。それからお店や学校や会社なんかは匿名化番号というのをつけます。これで集積地を同定して開示するということで、この
一人一人が分からないようにして、それでカルテを預かる医師の責任リーダーをはっきりして、マイナンバーみたいなものと紐づけない。ですから、例えば安倍総理でも枝野投手でも陽性になったら匿名化して追跡されますよという例外のないそういう追跡をやらなくちゃいけない。そこが日本のマスコミで出てきますと、マレーシアでジョギングで日本人逮捕が起こったと、これは外国人へのこの人種差別だみたいなマスコミしか出てこない、見当違いのマスコミが続いていってしまうということであります。個人を特定しない、あるいは個人 の、 あのいろんな医療情報が、あのいろんなものにリンクしないように匿名化するっていうことを厳格にやるってことだよね。はい。それからもう一つはですね、あのそうは言っても責任者は見られちゃいますから、これカルテを預かるということと同じですので、責任者ははっきりしないといけないと思います。信頼できる人がないとダメだと。それと、はい、もう一つってやっぱり法律的にはやっぱりあの次元立法かなんかで、はい、バリをかけていくってことも大事なんでしょ。大事です。それであのパンデミック番号というのをつけて、責任者と、それからだから従来のマイナンバーやなんか紐付けしないということがとても大事です。うん、そうね、丁寧な本当に医療ですよね。はい、でもう一つですね、この支援が必要な人たちがいます。これは、今から出てくる社会インフラを支える人の全面支援です。うん、おそらくこのあれが、まあ、3ヶ月以上続くことになりますから。ああ、そんなですか。そうすると病院、介護、交通機関、食品、生活必需品、ガス、水道、電気、警察、消防、低所得者の保護にあたる人、これらの人のための保育園、学童、こういうところで一つだけちょっと追加したいのは、抗体検査という、うん、要するに早期の人で PCR 陰性の人が分かる、それからしばらく時間経った人で免疫パスポートといわれる免疫力の指標になる、うん、そういうことがあのコロナウイルスに対する抗体が出てくると分かるようになっています。ですから社会インフラを支える人を支援すると同時に、この抗体検査を徹底してあの普及させていく必要があると思う。なるほど。この抗体検査っていうのはあの新聞で見ますと、例えばドイツとかイギリスとか、ヨーロッパで、こう目標にして進めようとしていて、こう PCR の検査とはどう違うんですか？抗体の検査は血液でできます。それで血液にはウイルスがほとんど検出されておりませんので、比較的どこの検査室でもできます。なるほど。それであの実はですね、武漢ヨーロッパで一番使われているのは、これは日本製 JSR の化学発泡ビーズというのを使って、日本の技術をベースに作られているものが世界中のスタンダードになっています。これはその抗体検査ってことですか？はい、抗体検査に使用するものが自動化して検査する、要するに JSR の化学ビーズを使って中国のメーカーがこれを機械化して、それが世界中のスタンダードになっている。それで最初の IgM というのはまた早期ですから、これは PCR と合わせて検査に使う、うん、IgG というのが増えてくるとかなりあの感染を抑える力が出てくる。ただまだこれは証明されていませんから研究が必要です、うん、ところがこういう研究を今大学をみんな閉じてしまうということで緊迫してしまっています。それで日本発の技術が世界で使われているのに、日本の文科省ではこういうところが全く応援されていない、むしろ閉鎖するということで妨害されているというのが深刻な事態です、うん、日本でもじゃあこの抗体検査に取り組んで早期に実用化しようっていう動きはあるってことですよね。はい、大体以上の4つの課題ですから、もう一遍まとめますと、防大検査で病院を守る、ドライブスルー型の検査は船の科学館型のこう大量収容できる施設の整備と合わせる、それから GPS 検査の匿名化と個別追跡、そしてライフラインを守る人の支援を非常に強化する、これが4つの課題です。じゃあ PCR の検査とともに抗体の検査もして、とにかくもう本当に崩壊の危機に来ている病院をなんとか持ちこたえさせてやっていくしかない。それで最後にですね、もう一つだけ重要な問題があります、はい、昨日ですね、この湘南山先生が
国際会議を開催されておりまして、そこで世界中のデータを集めて、うん、恐るべき報告をされてまして、私これはですね、大学の研究者を全部動員しないとダメだと思っています。うん、それはウイルスが進化している。ウイルスの変異のスピードが速くなっている。うん、そしてそれが悪い方向へ進化していまして、実はいろんな薬が投与を試みられたりしまして、まあ、抗生剤の時もよく言われるんですが、そうすると変異のスピードが速くなります。それで中国型と違うヨーロッパ、アメリカ型というのが非常に増えている。それでこの第二の波が来ますと、要するにさっき言った PCR 検査っていう簡易検査では終わらないで、シークエンスという一つずつ遺伝子配列を全部読んでいく、ウイルスを細かく分析することができないといけません。それで日本はこの PCR 検査の能力もすごくありますし、シークエンスの能力もものすごくあります。さらに情報科学のサイエンティストもいっぱいいます。こういう人たちがみんな閉鎖されていってオンラインしかできない、オフラインっていうかリアルの実験とか研究ができないというと、これは本当に日本が死んでしまいます。それでそこへ向けての国を挙げた体制を作る。そのためにシャオナンザンのようなリーダーを選んで早く変えないと、もうこれどうしようもないことになってしまいます。うん、先生のお話伺っているともうなんか日本は2週も3週も遅れてしまっているように思います。アメリカから帰国してきている人たちも増えてきていて、そこから感染している人たちも増えているってことになると、その変異したものにかかっている可能性もあるっていうことになると思うので、そうですね、うん、松見さんね、失敗が明らかじゃない、何度も、うん、それをメディアがチェックをしないし、でそれに対して批判も出てこないし、でそれは改善しようがないわけですよ。だから僕らはまあゲリラのような感じでやってますけど、基本的にクルーズ船の失敗、一斉休校の失敗、そして多分これも非常事態宣言も失敗するでしょ。だからそこをしっかりときちんと批判をしてやらなきゃいけないことを特定することですよ、今日みたいなね。なるほど。そこを我々が今日訴えたいことの、まあ、緊急である、言わなきゃいけないと思ったことの、まあ、その、なんていうんですか、動機ですよね。なるほど。そうしましたら、児玉先生にはものすごくお忙しいところに何度もご出演をお願いして申し訳なかったんですけれども、状況は本当に日々変わってきていて、ますます私たちに迫っている危機というのは強くなっているように思います。で、とにかく一刻も早く今までの感染対策のその、もう大元のところからどうも歩き出した道が間違っていたように思いますので、これは大きく変えていって、とにかく何のために緊急事態宣言を出したかというと、日本のもうみんなが困ることなんだから、日本の総力を挙げてこれに立ち向かうような体制を作ろうじゃないかということだったんじゃないかと思うんですね。ですから先生がおっしゃるように、大学を閉鎖してこの変異していくコロナウイルスに追いかけるという研究もできないというようなことになるのではなく、みんながある知識とそれから資源を使って、このまま戦っていく、戦う武器を作っていけるような状況を何としても、とにかく安倍さんもそれから東京都知事もぜひともこの点を考えて、新しい専門家をリーダーにした対策を取っていただきたいと思います。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。またこの形でしたらお願いできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。